どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、遊戯王おじいちゃんを釣る作戦に出ました。ガジェットって多分ね、なんか世代だと多分すごいなんか好きな人多いと思うんですよね。多分ちょっともうちょっと若いのかな、僕今30だやばい、そうなんですよ皆さん、もう僕30になりました。年齢がやばいです。味噌汁です。で20代多分前半くらいなんかな、ガジェットっていつが全盛期なんだろう、ちょっとわかんない、後半くらいかな、前半25、6とかなんかな、もうちょっと若いかなと思うんですけど、ガジェット遊戯王おじいちゃんの世代って結構ガジェット好きな人多くて、除去ガジェットかね、要はあのテーマがあったわけですわ。昔は結構そのガジェットでそのなんか、ま、次元幽閉とか万能時代とかでなんかその、魔法トラップで守りつつなんか血の代償とかでなんかそのエクシーズしたりとかなんかいろいろあったと思うんですけど、あのね、俺もそのガジェットがデュエルリンクスに来たからやってみたんですよ、除去ガジェ、まあその魔法トラップとかモンスター、魔法トラップで、ガジェット守ったりとかいうデッキ組んだんですけど、あのね、あんまおもろくなくて、なんかあんまり面白くないくて、もうミラー戦とかだったら面白いかもしれないけど、今日は、ガジェットでシンクロするっていう、そういうちょっとおしゃれなデッキに仕上げてきました。まあ、どういう、まあ、ギミックになってるかっていうと、7シンクロギミックですね、基本的には。シンクロし、あ、ガジェットの効果を説明してるんですけど、大体ね、あのね、なんか持ってきます。イエローはグリーン、召喚か特殊召喚するとなんかグリーン持ってきます。で、まあ、グリーンはレッド持ってきます。で、レッドはイエロー持ってきますっていう。まあ、要はだから、あの、どんどん召喚して手札が減らないっていう。なんかこれ召喚権が、2回とか使えると、まあ、どんどん、あの、モンスターが増えていくっていう。まあ、そういうギミックになってるんで、血の代償とかが相性よかったんですけど、今回は、その、レベル4のガジェットに、ダウンビートを打ちます。ダウンビート打つと、レベル3の地属性の、あ、これちなみに、種族と属性が同じで、もともとのレベルが1個低いモンスターをデッキから特殊召喚できるよっていう効果を持ってるんで、ガジェットに打つと、レベル3の地属性の機械族のチューナーである、カラクリ3本、ニシパチっていうのが出るんですよ。ニシパチさんは、一応、特殊召喚に成功すると、なんか、どれかをなんか、表示形式変更するみたいな効果も、一応おまけでもついてるんですけど、これで、レベル3がそれましたよね。で、アイアンコールします。アイアンコールすると、何が起きるかというと、機械族モンスターが存在する場合に、自分の墓地のレベル4以下の機械族モンスターを効果無効にして特殊召喚できるよという。これ、ターン値制限ついてないんで、2枚とかあれば、もうガンガン展開できるんですけど、これでレベル4も特殊召喚すると、一応7進化ができると。で、要は、あと、防御札も、あの、分断とか、あの、パルスとか入ってるんで、要は、一旦耐えたりとか、その、要はダウンビートアイアンコールとかをして、ゴリゴリ機械族を展開して、で、進化をしていくっていう。こういうギミックに今日は、なってましてね。で、シンクロ召喚していくのが、まあ、このシンクロ召喚する方法っていうのは、まあ、対戦見ていただければ分かると思うんで、見ていただきたいと思うんですけども、シンクロ召喚をするモンスターっていうのが、まあ、7シンクロが主なんで、7シンクロが多く入ってるんですよ。まあ、例えば、皆さんご存知、ブレイさんとか、ブラロさんとかはまあいるんですけど、あと、強化数が入ってるんで、一応レベル1個上げれるんで、まあ、スクラップドラゴンとかも入ってるし、あとは、4、4、3で11できるんで、生体力も入ってるんですけど、これが一番強いです。デストロイ侍、これがエース、今日のね。こいつが強いから、こいつを出したいと思って、ガジェットで。で、チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上という汎用なレベル7のシンクロモンスターで、R なんですけど、R の性能じゃないです、こいつ。めっちゃ強いです。このカードが相手モンスターとの戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで、モンスター、魔法、トラップカードの効果を発動できず、バトルフェーズの間だけ、相手モンスターの効果が無効化されると。だから、例えば、サイレントマジシャン、殴るのにも、殴り返されるのにも、効果が無効化されるんで、1000になって、レベル8とか出てきません。ユベル、あんまりもういないですけど、ユベル、あいつ戦闘破壊されないとかいう、ああいう効果も無効化されるんで、ゼロのまんま戦闘破壊できます。それから、エバリー、フォーチュナリティエバリー、殴り返し、攻撃力ゼロになります。強いですよね。まあね、いろいろあるんですよ。そういう感じですかね。で、バトルフェーズに入った瞬間に、ちなみにデスペラードの効果で破壊されたりとかするじゃないですか。例えばね、デストロイ侍が。なんですけど、丸2番の効果、表側表示のこのカードが相手の効果でフィールドが離れた場合、自分の墓地の、機械族モンスターを特殊召喚できる。これ自分でもいいんですよ。
デストロイサムライ破壊されました、デストロイサムライ戻りますができるんですよ。これ強いんですよね、めっちゃ強い。なので結構ねこいつの制圧力がすごい高いんですよ。まあね、あのね、弱点としては相手のモンスターとの戦闘でしかこの効果が発動しないから、あのね、何もない場合の波紋とか、モンスターが何もいない時の波紋とかが効いちゃうんですよ。これがちょっと辛いかなっていう、分断とかね、がモンスターいない場合の分断とか効いちゃうんで、それが辛いかなと思うんですけど、それ以外だったらすごい強い効果を持っていると。だ今日はこれを出していくというギミックですね。で粉砕にして2900まで上げると、打点をね。2900にしたらね、大体どのモンスターでも効果あって上がってるとか結構あるから、割とね突破できるんですよ。突破できる割と。で殴り返しも要は効果、そういう効果あるから、殴り返されないっていう効果あるんで、ね、そう結構ね、あコスモブレインとか、コスモブレインも回復したりとかできるから強いです結構。というわけで、早速シンクロジックガジェット、めちゃくちゃおしゃれなムーブ見せていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、まさきアンジュ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル、あー、まあ、そこそこかな。まあ、アイアンゴールがこんだけあるとなんかすごい展開できるんですよね。まあ、2ターン目以降ですけどダウンビートがあるとマジで宇宙です。これダウンビートしてねえから、天の岩とビートじゃねえか、めんどくせえな。ダウンビート来た、ダウンビート来たぞ。結構ハンド的にはねこれ強いんですよね、めちゃくちゃ。これめっちゃ強いハンドなんですけど、イエローガジェット召喚して効果は発動しない、効果発動しない。でダウンビート発動、ダウンビートの効果によってイエローガジェットをリリースし、デッキより地属性機械族でレベルが1個低いレベル3のモンスターカラクル忍者西パチを特殊召喚、効果発動しない強えな岩と強で、イエローガジェットを特殊召喚、はい。でレベル3カラクル忍者西パチをレベル4イエローガジェットにシューリング、分からせてやろう、デストロイサムライパイセンの制圧威力を。いいか、このモンスターが攻撃する場合、相手は魔法トラップモンスターの効果が発動できない、全てが無効になる、そして相手のフィールド上のモンスターの効果も全て無効化される、つまり天の岩虎かんだか知らねえが、そいつのモンスターの効果も無効化されるぜ。まあ今あんま意味ないけどいやなんだかんだね、あれなんですよ、これ攻撃する場合本当にアルマレスになるんで、完全に、あ、しかアルマレス以上か、攻撃する場合はアルマレス以上、その要は表側のモンスターの効果も無効化になるからめちゃくちゃ強いんですよ。それがアルマレスよりも強いところ、アルマレスとか、あと、マディラとかね、ジムナイトのあれとかと、違うところ、まあちょっと銀幕はまあ一応、あこれあれかな、殴ってもあれか発動しないんかな、もしかして今あれ、俺これ今にわかさらした、これ今殴ってもいいはずだった、今もしかして魔法トラップモンスターの効果を発動できないんだよねこれね、確かこれ銀幕も無効になるのかな、これあれだったら今殴ればよかったな、これ今ちょっとプレミかもしんないわ、ごめんみんな、どうなるんだろう、でもマジでこれちょっと誰か知ってる人教えてくれ、知ってる人教えてくれ。とりあえず殴りまーす、バトルでーす。まずは一旦デストロイサムライパイセンのめちゃくちゃやべえ効果をね、攻撃反応系とか効かないんですよ一切。そしてモンスターどんなに強くてもその打点上がってるとか効果あるじゃないですか、例えばコスモブレインとか、あのああいうサイマンチとかね、ああいうのも全く効きません、無効になるから打点が。ほらね、こういうことなんですよ皆さん、こういうことなんですよ。ちなみに効果も効きません、墓地のこいつ復活するんで効果でフィールドが離れると。強いでしょ、強いんだよこの人本当に。で分断するでしょ、でね相手ね何もつけないの、このタイミングで、このタイミングで何にもつけないのやばいでしょ、なんで殴ってきたかっていうのはあるけどね今。これがデストロイサムライパイセン、パイセンありました。さあお相手の方、光ると闇の仮面さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いやー、手方はいいね、このね、ダウンビートのね、アイアンコールがね、揃ってる時のね、宇宙感がすごい。これ、まあ、このデッキそんなに強くはないけど、おしゃれでしょ？すごい。なんかね、このね、おしゃれ感があるデッキ好きなんだよね。こういうなんか。なんかその、そんな強くはないけど、なんかその、おしゃれっていうデッキ？まあ、これ、シャイニング松坂兄さんも結構こういうデッキ好きだと思うんだけど、シャイニーをね、結構ね、おしゃれなデッキ作るの好きだから、
いやね、これがね、攻撃好きなんだよね。あー、オッケー。ブレッドガジェットを召喚。まあ、墓守りなんだったら多分あれがセットカードが、あのリバース、多分、墓守りの使者か、偵察者だと思うんですよ。結局どっちもモンスター効果なわけですわ。モンスター効果に頼ってる時っていうのは、基本的に、デストロイサムライパイセイも立てると、勝てるんですよ。めちゃくちゃ強いの、本当に。はい。で、ここで、レベル4とレベル3が揃っていく。これは効果も待ってるから意味ない。レベル4、レッドガジェットに、レベル3、カラキョル忍者、ニシパチパイセイもチューニング。すべてを壊せ、デストロイ。お前のズボンはコーディロイ。俺の車はロールスロイス。新規ロイ召喚。いでよ、デストロイサムライ。スキル発動、フッサイドバトル。モンスター効果は全て無効。ターン終了だ。知ってるか、墓守の異能者、あいつもなモンスター効果で攻撃力が上がっている。2500にしかならない。つまりあいつが出てきても戦闘では突破できんということだけ言っておこう。そして仮に末裔が出てきたとしても、末裔の効果でフィールドが離れた場合、こいつは蘇る。墓地からな、あ、ネグロバレだから無理だ。危ねえ。危ねえ。あ、それは、あ、出てこないよ。あー、出てこねえのに、かわいそう。サイマジ出てこないよ。かわいそす。対戦ありがとうございました。末裔じゃなくてよかったー。さあ、ですね、あの、キングヘイローがですね、サンドラ作で作ってきましたと。サンドラ作で作ってきましたんで、リュウさん見てくださいって言うんで、サンダーサグリ早速見ていきたいと思います。つい、ライデンリンサンドラゴンの効果によってサンダードラゴンをサーチ。強い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 、もう強い、強最強か、おい、この部分最強だろ。サンダーサグリ最新版がねできたって言うんでね、ちょっと見ていきたいと思います。強い強い、おい、シンプルに強いじゃねえか。その部分強えな、おい、シンプルにその部分強いぞ。ドロー、アイアンコールか、なるほど、アイアンコール。まあとりあえずイエローガジェットを召喚。イエローガジェットの効果と、イエローガジェットの効果によって、グリー持ってきて、そしてセット、ダウンコールがちょっと、ダウンコールじゃねえ、ダウンビートがないから展開はできないか。展開できないのきついな。小杉くんやめろよ、そういうことすんな、すげえすり替え。やってること完全にサンダラサクリやな。皆さん知ってますか、サンダラサクリって。あれですからね、第1回だっけ、 KC、 第1回 KC でイリュージョンの景色来た。第1回 KC で天下取ったアジアチャンピオンにまでなったって言ってんですよ。やばいやばい、サクリ来た、サクリ来た。ライデンリの効果も発動するか。強い強い強い、あ、強い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 。でサクリファイスでパクられていく。で雷獣竜スタンドドラゴンの効果によって鳥持ってきてて、鳥効果、墓地送った雷獣竜そのまま蘇生か。雷獣竜スタンドドラゴンで蘇生していく。つえー、サクリファイスは下敷き。